大型車両を誘導する誘導者誘導者とは、車両制限令において定められた制限値を超える特殊車両が行動を通行する場合に、特殊車両通行許可、警察署許可の取得条件として必要な当該車両を誘導するための車両である。例えば極めて大型の超高圧幹線用、変圧器や幹線道路等向けの橋脚、電車の車体などを運搬する特殊トレーラーや、 25トンリー以上のラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーン等において公道を通行する場合に特殊車両を先導する先導車を前に配置し特殊車両の後ろにも後方形会社を配置する義務が発生する。誘導車両は軽自動車や普通自動車、トラックなどの一般的な市販車に緑色回転等、業務無線。 反射板等を装備し、特殊車両を誘導中などと目立つように大型のステッカーを設置するなど、誘導者と外見上一目で分かるようにすることが、好ましい。警察署元指定の走行ルートや、走行時間の指定がある時もある。緑色回転等の点灯が許されているのは、法律上、運送事業者が自社の特殊車両を誘導する場合のみであり。 一般業者が特殊車両を誘導する場合は、原則、回転灯を点灯してはならない。なお、特殊車両を保有する、業者所有の誘導者であっても、誘導者の車検証に記載されている、特殊車両の誘導を行う、以外の場合、例えば車両の改装などの場合においては回転灯の点灯は許されていない。道路法に基づく車両の制限とは道路。 国土交通省関東地方整備局 www.ktr.mlit.go.jp 2020年1月6日閲覧一般的制限地道路国土交通省関東地方整備局 www.ktr.mlit.go.jp 2020年1月6日閲覧 ab 通行の許可道路国土交通省関東地方整備局 www.ktr.mlit.go.jp 2020年1月6日閲覧重さ指定道路高さ指定道路とは道路国土交通省関東地方整備局 www.ktr.mlit.go.jp 2020年1月6日閲覧 ありがとうございます。